365日24時間いつでもどこでもアイドルアイドル鳥越トゥリチオミラブラブ送信してます。県外よろしくお願いします。あ、やっぱりありがとう。いやね、トリちゃんは普段から地下アイドルをしているんです。見える、ありがとう、トリちゃん。でも自分で言っていくシステムにしたから本当にでね、だからトリちゃんみんなに愛されすぎてもう何言われても笑顔で許しちゃうの。トリちゃんね、最近エゴサにハマってて、関連キーワードっていうのがあるでしょ。例えば名前スペースかわいいとか、名前スペース彼氏とか、みんなが気になってるものが出てくるんだけど、トリちゃんが最近エゴサをしたら出てきた関連キーワード、アイドル鳥越スペース性転換ねえ、ママに謝って、本当に失礼よマジで。でもね、最近トリちゃんナレーションのお仕事が出たの。それ行ってみたの、お姉役だったラブー、こんな感じで行くわよ。あとね、トリちゃん最近 R1 グランプリで優勝するようなすごい精密なネタを作ろうと思ったら知恵熱出たの、超寝込んじゃって、で、できた渾身のネタをライブで試してアンケートなんて書かれてるかなって見たら、足臭そうって書いてあったの。おきれいねねえ、ほんと最低じゃない、マジでありえないと思って。でも足臭そうって字めっちゃ綺麗だったの。絶対犯人囚人なってるやつだから許せないね。間のブリッジはトリちゃんのセカンドシングル、曲名はトリちゃんそのまんまあとね、トリちゃんメイド喫茶でバイトをしてるんだけど、この前とあるメイドさんが、おいお前、指名も取れないし人気もない、このままだとな、トリちゃんって呼ぶぞって言われてて、そしたらそのメイドさんが、トリちゃんには絶対なりたくないって大泣きしてたよねえ、幸せになりたい。でもトリちゃんみんなに愛されてるから全然平気。ラストいくよ、せーの、超絶可愛いトリちゃん。今言った人正解知らない人は覚えて帰ってね。以上、アイドル鳥越トリちゃんでした。ありがとう、トリちゃん。